一つ私が考える答え、一つのこれは考えというふうに思ってもらえたらと思うのですが、お伝えすると、会計財務ですね、を学ぶべきというので、なぜ学ぶのかといいますと、駐在員の方というのは、海外子会社の、いわゆるこの経営者とか、かつその役員、いわゆる経営を担うメンバーの一員であるからというふうに考えております。で、経営者、役員、経営に関わるメンバーということで、実際じゃあ何をするのかというのを考えていきたいと思うんですが、一つはそのトップマネジメントという部分を担うのが経営者、役員、経営メンバーというふうに言われております。で、これトップマネジメントってじゃあ一体何なのかと言いますと、トップマネジメントの役割と仕事ということで、ドラッカーという方をもし聞いたことがあれば、馴染みがある方もいるかなと思うんですが、彼はどんな人かと言いますと、写真で見るとこんな形で、ちょっとモノクロの写真なので、少し古い方というとあれなんですけれども、何の分野で名の知れた方かと言いますと、マネジメントの父というふうに言われている方です。で、彼がトップマネジメントの役割と仕事っていうのは何かというのを定義しておりまして、はじめに3つの役割がありますと、トップマネジメントにおいては。で、1つ目が何かというと、自ら組織に対して特有の使命、例えば全ての会社さんはその会社のホームページとか行くと書いてあるんですけれども、どういうミッションを持って会社が組織が運営されているのか、どういうビジョンを持って日々行動しているのかという、そういった使命を持って行動していると、使命を果たすということが一つ。で、もう一つ、二つ目ですね、役割として。で、仕事を通じて働く人たちを動かすということで、自分たちが動くということだけではなくて、組織、会社という一つの組織にいる他のメンバーを仕事というものを通じて動かしていくというのが二つ目の役割。で、三つ目の役割というのが、組織の中で動いていくだけではなくて、その外の社会に対してですね、いろんな課題とか問題とか、例えばですね、途上国であれば、貧困問題っていうことがありますし、あとは今こういった、環境問題なんかも最近騒がれてはいますけれども、いろんな社会問題に対して解決するための行動をしていく、貢献をしていくというのが3つ目の役割になります。で、その役割を果たしていく上で、5つの仕事がトップマネジメントにはありますというところで、その5つを簡単にお話しするんですが、1つは目標を設定するということがトップマネジメントの仕事の1つです。で、じゃあ目標を設定した後はですね、それを実際に行動に移すためにも、単純に目標を設定したからといって、すぐにいろんな人が動く人もいれば、そうでない人もいるので、それを動くための動機づけ、モチベートをするというのもトップマネジメントの大事な役割です。で、3つ目は一人一人目標を持って、モチベートしていくというだけではなくて、組織という複数の人たちが集まって何か動いていくので、チーム作りというのも非常に大事になっていきます。これが3つ目です。で、4つ目というのが、いろいろ行動していく中で、目標も設定して終わりではなくて、もちろん行動するということも大事なんですが、その後にやっぱり改善っていうものを作っていかないといけないので、そのための評価とフィードバックをするということも、トップマネジメントにおいては非常に大事になっていきます。で、最後が組織が成長していく上では、やっぱりそこを組織に属しているそれぞれの人が
育っていく必要があるので、その人材の育成というのもトップマネジメントの重要な仕事です。ちょっともう一回さらっとおさらいしますと、目標設定と動機づけ、あとはチーム作り、評価とフィードバック、そして人材の育成ということで、ぜひこうトップマネジメントって何なのか、先ほどお話しした3つの役割とこの5つの仕事というのをぜひ頭に入れておいてもらえたらと思います。でですね、ただ今までこう最初に会計財務の話をしてたのに、このトップマネジメントに関してはあんまり関係ないんじゃないか、その会計という言葉も一回も出てきてないですし、その財務という言葉もあれ一回も出てきてないなと思ったかと思うのですが、言葉としては出てきてはいないんですけれども、決して関係ないわけではなくてですね、今まで話したこのトップマネジメントの役割と仕事と、これからお話ししていく会計財務は非常に結びつきがあるというお話をしていきます。で、何を、使ってご説明するかといいますと、バランススコアカードというのを使って、今までお話ししたトップマネジメントの仕事とその会計財務に関する関係性を見ていきたいと思います。で、バランススコアカードもし聞いたことがあれば、ぜひ思い出していただきたいです。初めて聞いた場合でも全然問題ないです。これから細かく説明をしていきます。で、略して頭文字を取って PSC というふうに言ったりもします。で、これはバランススコアカードで何なのかと言いますと、経営を4つの視点で考えましょうということです。先ほど一番最初、私が考える、なぜ駐在の方が会計財務を学ぶべきなのかと伝えたときに、その経営とか役員、いわゆる経営を担うメンバーであるかな、というふうにお伝えしたと思うんですが、まさにその経営を4つの視点で考えていきましょうというのが、バランススコアカードになります。では、具体的に何かと言いますと、こちらです。ちょっと、全体を眺めていただきたいんですけれども、4つの視点で考えるというので、箱が4つあります。で、ちょっと順番にさらっと見ていきますと、一番上会計財務というふうに書いていて、その左側に顧客、右側にプロセス、一番下に人組織というのを置いています。で、それぞれをちょっと細かく見ていきます。はじめに、ちょっと会計財務の視点は一番最後にまた説明するのですが、左側に書いてあった顧客の視点について見ていきます。こちらですね、顧客の視点。これってどういうことかと言いますと、つまりはそのターゲットは誰なのかとか、どういった企業に対して物とかサービスを販売していくのか。なので何を販売するかということで、つまりは売上を上げていくためには、その顧客という視点に対してどういうアプローチをしていったらいいのかというのが顧客の視点になります。で、次右側に書いてあったプロセスの視点というのは何かと言いますと、こちらはですね、例えば効率よくものを作るには、商品を作る会社でなくてもサービスを提供する会社も、どういう形、どういうこうプロセスを踏めば、もっと短い時間でより効率よくサービスが提供できるのかということであったり、あとは無駄ですね、いわゆる生産性を上げていくために、こういったところの無理無駄無駄はどこにあるかというのを見ていくというのがプロセスの視点で、つまりこれは何かというと、費用を下げるというところになります。で、最後、人組織の視点ということで、つまりはどういうことかと言いますと、すいません、一番下に書いてあるところですね、バランススコアカードでいうと。例えば、誰がじゃあどういう仕事をするのか、顧客の視点において、販売
あの販路をこういうふうに広げていきますとなったときに、まあ、じゃあその仕事をじゃあ誰がするのかということであったり、まだどのぐらいの人数のまあチームでやっていくのか、逆にプロセスのところであっても、あの例えば、商品を作るフローを変えたってなったときに、あの、まあ、誰をどういうふうに、どういうふうな順番でやっていくとなった際に、あのじゃあどこに誰に入ってもらうかというところですね。なのであの、まあ、誰がどのように仕事をするのかというところであったり、もう一つはあのじゃあ人がもっと必要というのであれば、まあ、採用をしていかないといけない。で逆にあの採用はしなくても、じゃ今いる人たちでより効率よくあのやっていくためには、その会社の中であのできる人が教えていくという仕組みを作っていかないといけないというところですね。なので採用教育はどうするのかというのが一組織の視点になっていきます。はい、まず、この顧客プロセス、まあ、一組織のこの3つに関してあのご説明をいたしましたというところで、まだちょっと会計財務のところは説明していないんですけれども、実はこのバランススコアカードというのはあの、まあ、各視点の位置というのが結構重要になっています。先ほどはこの下の3つを説明したんですけれども、あのまあ会計財務というのが、まあ、上に一番上に来ているんですね。この位置があの重要でして、まあ、どういうことかと言いますと、この会計財務の下にこう1本線を引いて、この青い線を今引いたんですけれども、引いていただきまして、実はこの下3つというのが、まあ、原因に当たるものになります。で、まあ原因とくればということで、まあ、原因の対義語ということで結果というふうになるんですけれども、つまり会計財務の視点というのは、まあ、結果であるということで、まあ、ちょっと分かるようで分からないという感じかもしれないので、もう少し具体的に見ていきたいと思います。まあ、あの原因と結果の関係性ですね。原因、つまりはその会計財務と、まあ、結果、残りの顧客、プロセス、人組織の視点の、まあ、関係性を見ていきましょうと。例えばですね、あの、まあ、利益が上がるとなった場合、この会計財務でですね、まあ、利益の部分はあの、まあ、次回以降もう少しあの詳しく説明していくんですけれども、損益計算書 PL と言われるものに、そのある一定期間の利益がどのぐらいあるのかというのが、あの PL というのを見ていただくと分かります。なので、会計財務のその必要なデータの中で利益のところを見ていただくと、あ、どのぐらい利益が増えたのかとか、どのぐらい利益が減ったのかというのが分かります。で、例えば、まあ、利益が上がると、今ここで利益が上がる、あの矢印を上に書いているんですけれども、という結果が出た時に、利益が上がるというのには3つのパターンがあります。で、どんなパターンかと言いますと、1つは、まあ、利益が上がる。で、例えば売上が上がって、で、費用はあのそのままの場合ですね。例えばですね、利益が上がる前の時は、利益がですね、ちょっと簡単な数字にしてしまうんですけれども、100という利益があって、まあ、売上が例えば1000で費用が900だった場合ですね。で、費用の900は変わらず、あの、まあ、売上が例えばですけれども、あの、まあ、2倍になった、2000になった場合、そのまま、増えた分、1000の部分は利益になるので、まあ、1100利益が、最終的に、1000増えて1100になると。なので売上が上がって費用はそのままであれば、あの、まあ、利益は上がるというのが1つ目のパターン。で、2つ目のパターンはどういうパターンかと言いますと、売上はそのままで、で費用を下げた場合ですね。で、これはあの、まあ、もう少しプロセスの視点にあのフォーカスして、まあ、従業員の方に働いてもらった場合とかですね。
でこれというのは先ほどのように数字で当てはめていくと、例えば売上が1000あって、もともと900費用があったのを、例えば500下げて、400までにしました。で、そうしたら、その500下げた分、そのまま利益が増えると。なので、売上がそのままで費用を減らした場合も利益は増えます。で、最後、もう一つ、どのパターンかと言いますと、これが一番いいパターンですね。売上が上がって、費用も下がって、で、最終的に今利益が増えるという形です。まあ、ちょっと数字では、一旦説明は飛ばすんですけれども、この3つのパターン、売上だけが上がるパターンと、費用だけが下がるパターン、これが両方あるパターンというのが利益が上がるという結果を、示します。じゃあ一方で、利益が下がる場合、というのが、まさに今説明したものと反対のケースですね。ご利益が下がるという結果が出たときに、じゃあどういう現象が起きているのかというと、これも3つのパターンで、1つはまあ売上が下がる。費用はそのままでも売上が下がってしまうと、利益も結果的に減ってしまうと。で、もう1つは売上はそのままでも、費用が上がってしまえば利益も下がってしまうと。で、最後3つ目が、これが一番、利益が減るインパクトが大きいですね。売上も下がって、売上下がったんですけれども、費用も上がってしまったと。で、最終的に、利益も、売上が下がった分、費用が上がった分、減ってしまっているというので、この3つのパターン、さっきの売上が、すみません、利益が上がるパターンと、逆のパターンですね。はい。で、ちょっと、どういうことかと言いますと、つまりは、会計財務、結果を見れば、原因がどこにあるのかというのが、ある程度見当がつけられるようになるんですね。例えば、利益が下がったという結果を見て、じゃあなぜ利益が下がったのかというのを、数字をもとにして、どこに原因があるのかというのを見当をつけることができる。で、もう一つは逆を言えばですね、その会計財務の結果が理解できれば、原因を見て、逆にその結果を見てではなくて、原因を見て、どう結果が出るのかっていうのが、予想できるようになります。例えばこれぐらいコストを下げたら、売上はこれだけ上がって、で、最終的に利益はこれだけ増えるよねというので、財務のその構造というのが、会計財務の大枠が理解できれば、そのじゃあどこに原因があるのかな、自分たちはどういう行動をしていかないといけないのかなというのが見えてきます。なので、その先ほどのちょっと戻りますが、トップマネジメントのところに目標を設定するとか、動機づけをするとか、人材育成をするとかっていうところが仕事というふうに書いてあったと思うんですが、なので目標を設定する上でも、人を動かしていく上でもですね、客観的な根拠、つまり数字、会計財務に基づいて、こういった数字をもとにして、なので目標設定をこうする必要がある。皆さんに動いてもらうときに、なんとなく今、人手が足りないからこっちのチームに入ってもらう。のではなくて、数字として、数字を踏まえた上で、じゃあどういうふうに従業員の方に行動してもらわないといけないのかというのを示していくことが大事になっていきます。はい。ので、トップマネジメントには、数字、会計財務が必要不可欠ですよというお話です。はい。なので、最後、ぜひバランススコアカードというのを今日、初めて聞いた場合は、覚えて帰っていただけたらと思いますし、昔聞いていたなっていう方も、ぜひ今日のを踏まえて、また思い出しながら、頭の中に入れていただけたらと思います。